ちょっとあれですね、ストーリーを進めたいと思います。ん？あ、元老が何かを握ってそうだ。このびっくりマーク便利だね。人体に恐ろしいことが起きてしまったの。わしの言葉を覚えておるか？病と戦うことは死以上に辛く苦しいと。すまぬ。今このような話をしても仕方がないの。そうだぞ。何？あの病気に心当たりないのかじゃと？ない。といえば嘘になってしまうの。お主も覚えておろ。我が弟子ウルスの名。そう、あのおぞましい病への患者たちも口にしておったんだじゃ。てか一回ウルスに俺会ってるしね。うん。おそらくあの病の原因を作ったのは我が弟子ウルスであろうと思う。知ってる。実はあのおじんたん、ウルスは遺跡の奥地で今も生きておる。知ってる。だから会ったんだっつってんのに。ボケてんのか、元老は。そこでのお主にウルスの元へ行き、あの病について話を聞いてきてほしいのじゃ。あの地に行けるのはお主しかおらぬ。じんたん、苦労かけて悪いが、頼まれてくれ。もう苦労しか頼まれてないからもうやってやるよ。ウルスは今固く心を閉ざしておる。わしのこの手紙を持ってウルスを訪ねるのじゃ。それが欲しかった。ゲンロワの手紙。ゲンロワの匂いがする。よし、やっとだね。前ねウルスに会った時はね、なんかすごい独り言をぼやいてて何もできなかったんで、じゃあちょっともうこっち見んなだから。じゃあこの手紙持って、ウルスのとこ行ってきます。よし、来たぞ来たぞ。もう誰も信用するものか。じゃないが。これをくらえ。くらえ！どうだ？信用する気になったか？話す。ほうほう、これは元老は様の。私はとんでもないことをしてしまった。すべて元老は様が正しかった。人間ごときが病を、死を超えるなんておこがましい。ごほうごほうごほう。どうした？この面も元老は様に、そこに手がかり、ごほうギャー、ぐひゃひゃひゃ。ぐひゃひゃじゃないよ。あ、あう、うわえ、お、あお、お、お、え？うげげ、うわ、うげげげげ、お前もゾンビ化すんのか。うわ、部屋壊れてしまった。俺が作った部屋が、すげえいっぱいいる。すげえいっぱいいる。マジかよ。やだ、臭いもん。臭いもん、絶対。もうやだよ、臭いもの。うわー、臭そう。やだよ。炎飛ばしてくるし、臭いし、オッケー。やっぱ鉄の剣強え。雑魚めえ。ほら、うるすこの野郎。俺は容赦せんぞ。やめろ。えい、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 えい。いで。もうご利用しでいい、ご利用しで。えい。えい、えい、えい、えい。オッケー、倒した。どうだ？ぐおー、ぐわう、う、よだれめっちゃ出てますよ。うわぁ、ボロボロだ。臭そう。うわぁ。何それ、鼻水なのそれ。なんかめっちゃなでなでされてる。めっちゃなでなでされてるけど。ハーティーいらっしゃい。ありがとう、ジンタン。助けてくれて。これを元老は様に、世界中の生命の木を、世界中を探すんだ。めっちゃ可愛がられてる。真っ白いらっしゃい。めっちゃ可愛がられてる。ウルスの手紙手に入れた。わあ、あ、死んだ。さて、じゃあこの家は用がないですね。みんな死んじゃったし、もらってくぜ。あ、ドレッサーだ。ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。その椅子ももういらんでしょ。あ、この藁のやつも。いやー、でも悲しい事件でしたね。悲しい事件だった。この絨毯もくれよ。あ、城の飾り床だって今持ってんじゃないか。いいとこ住んでんな、なかなか。コンビニとかないけど。あ、壁のやつとか。お、壁掛け、オッケーオッケー。これね、ポイントがうまいんだよな。机とかも、まあ、使ってやるか。盗賊現る。おしゃれだって、おしゃれ、おしゃれ場所。いいもん持ってるな。オッケー、こんなところか。木はいらんな。お疲れ様です。壁食材。あとは、まあ、ろくなもんがねえな。じゃあな。あ、待って待って。これなんだ。洒落てるもんがあるじゃねえか。お、壁掛けランプだって。よし、俺が使ってやるよ。じゃあな。じゃあな、ウルス。よし。あ、そうだ。模様ラインで帰りまーす。はい。帰る。ふわー。勇者と書いて強盗という。いやだってみんな死んじゃったからいらないじゃないですか。僕が使ってあげようと思って。僕が使いますよ。ええ。
元老庵に手紙見せればいいのか。ちょっと元老庵どこにいる？ウルスの手紙、どれだ？これか？あ、あったあったあった。入れ替え。まあ、とりあえず整理は後でしようか。元老庵、じいちゃん、じいちゃんよ。あ、おったおったおった。ほれ、弟子の形見だ。ほら。戻ったか、人探。してどうであった？やつは死んだ。もういない。そうか、ウルスが。人体よ、かつて私とウルスはこの地の病を根絶すべく研究に明け暮れておっての。しかし物を作る力を持たぬわしらでは何をやってもうまくいかなかった。ふむ。そしてウルスはついに病ではなく死そのものをなくそうと考えたのじゃ。何？それがゾンビの研究ってことなの？そう、あの異形の病はウルスが人間が作り出したもの。病を人間が作ってたら世話ないよな。もう人のおごりが生み出した負の産物なのじゃ。竜王が人を滅ぼそうとするのもちゃんと理由がある。そうなの？全然俺知らないそこらへん。まあいらっしゃい。そうであった、人体はウルスからメモを預かってきたのであろう。わしに見せてくれぬか。はい。しゃあねえな。ふむ、これはウルスの新しい薬の開発記録のようじゃな。大丈夫なのかそれは。あまり気乗りはせぬが、解読してみるとするかの。おっと、どこ行くねん、どこ行くねん、解読せい、解読。ほら、人の人のものをなくそうとする。お前はなんだなんか、ふわーってしてるけど、なんだお前。見せたがりか、お前。ウルスの実験にわしは反対し、研究をやめた。お主と出会った時に建てていた墓は、研究の犠牲になった者たちの墓だったのじゃ。ほう。人体を、悩ましいの。所詮人間が病と戦うなど、やはり間違っているのではないか。病や死から逃れようとするなど、人間の、領分を超えることなのではないか。難しく考えすぎでしょう、もう。せっかくじゃ、ウルスの手がかりをわしが解析してみる。それが本当に正しいことなのかわからぬかの。あ、解読するまでの間、町を発展させビルダーの経験を積んでおいてくれ。大丈夫、もう町レベルは5まで上げました。動画外で。まあ何があるかわからん。頼んだぞ、ジンタン。うむ、ジンタンよ。町はより発展し、ビルダーとしても成長したようじゃな。いや、子供の成長は早いですな、じいちゃん。お主が町を作ってくれてる間に、ウルスの手がかりで何とか解読できたぞ。秒殺。秒殺だったな、ウルス。はいはい。やはりウルスも、以前わしが話した世界中に関心を持っておったようじゃの。ほう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 。話が早くて助かる。かつて聖なる祠があった地、そこに立つという生命の木。世界中か。しかし、能人探。なんだ？病と戦ってももう無駄なのではないか？これ以上無用な悲劇を埋まるためにも、やはりわしはもうここでは、ここまでにすべきだと。さっきからさ、あの、元老庵さん、同じ話3回ぐらいしてるよ。もういいじゃん、戦えば。こっちやる気なのに、やる気追ってくるんじゃない。その話3回目だよ、おじいちゃん。食べたでしょ、ご飯はもう。ひとまずご苦労じゃったの。いや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 、まあ、命の木の実をありがたく受け取りますけど。その話3回目だよ。もぐもぐ。うめえ !100 だ。またバトルの兆しですね。まあ、バトルしますか。とりあえず、預けて、じゃあ、バトルに行きます。いらないものをね、ペペイと預けて。これもいらん。オッケー。あー、寝る。寝てからだな。ほら、来なさい、来なさい。待ってください。そこ僕のベッドなんですよ。くそー。あ、そうか。女性一人増えたからな。仕方ないな。そこ僕のベッドなのに。まあまあいいんですけどね。いいんですけどね。譲りますよ。紳士ですから私は。まあいいんですよ。ほら。ちゃんとね。ちゃんと僕は、ちゃんと寝ますよと。よし。おやすみなさい。おやすみなさい。いいアングルです。俺今度からここで寝よう。うわ。いい目覚めだ。よしよし。すごいいい場所だったよ。あ。バトルしましょうか。ちょっと、どこ行くの？どこ行くね？畑を我が物顔で歩くんじゃない？見えんし。あ、大変です。私も、魔物がこの町に。なんとか魔物たちを追い払って新しい患者をお連れしなければ。頑張るよ。何ですって？芸能さんも山と戦うのやめようと。またその話？何言うのです。そのようなこと絶対に。神田さんはまず魔物たちを倒しましょう。戦いの準備はよろしいですか？はい。
お、どうした？私自分に他の誰かをお助けできる力がある限り諦めたくありません。力を合わせて必ず町を、襲う魔物たちを倒しましょう。町が壊されて病室がなくなってしまったら患者様がいらっしゃった時困りますもの。エルは天使だな。かわいい。女子の足の匂いを嗅いで私は元気です。大丈夫みんな。安心してください。この壁はね、壊せないから敵に。なんだこれ。ああまた人間が。あ、違う、スコップじゃない。スコップで敵は倒せない。はてなはてなってなんだ。で、お前ら出てこいよ、お前ら。何しとんねん。戦え。働け。せめても働くんだ、こういう時だけでも。普段は妄想を俺に押し付けるだけで。ね、実動は全部こっちなんだから。頑張ってくれ。馬車馬のごとく頑張ってくれ。お、オッケー？倒した。だからバイトかって。帰るな。まだ来てるだろうが。お前ら、見てる。もういいわ。あいつらマジバイトかよ、ほんとに。責任感ゼロか、お前ら。なんでこっちをチラ見して帰っていくの？おかしいだろうが。おかしいだろうが。遅い遅い。初動が俺より5秒ぐらい遅い。もっと頑張って。なんで横目に帰るんだよ。絶対見てたもんね。さっきこっち見ながら帰ったからね。あ、やばいやばい。緑の服着てる。硬い。硬いぞ、こいつ。よし、元老はおとりにしろ。元老はを攻撃しろ。すげえすげえ。いいぞ、いいぞ。あいて、こっち向くな。元老はのじいちゃんが、お前のこと悪口言ってたぞ。臭いって。お前のこと臭いって言ってたぞ。そのじいさんをやれ。俺は何もしてない。よし。硬こいつ。硬くね。回転切りを消耗してる。あ、でも3回切った方が早いな。あれで30だったら3回切った方が早いよ。こいつめっちゃ硬い。え、元老は死ぬ。いて。なぜこっちを向こうと思った。よし。よし。よくやったぞ。ほっとしました。帰るの早いな。終わった。よしよし。旅の扉緑を手に入れた。よし。旅の扉手に入れるとテンション上がるね。誰だ誰だ。だからこのじいちゃんだよ。誰がここに希望。こいつこいつ。こいつこいつ。あら、あと半分で死ぬぞ。こいつだよ。お前か。お前か。お前だなー。え、待って待って。え大丈夫か大丈夫か。え、なになになに今のふわーって何。え、待って。ヘルヘルちゃん。ごほうごほうごほう。あ、神丹様。申し訳ありません。どうやら私も病にかかって、なにー？なにー？ついに私も他の誰かをお助けできる力を失ってしまいました。神丹様、ここまでにいたしましょう。治療はもう必要ありません。おそらく今の私たちではこの病は治せないでしょう。なに？俺頑張るよ。それにもし私が感染を広げなければこの町は終わりです。神丹様、お願いします。皆様のために、この町のために。どうか私を殺してください。いや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 、担ぐよ。担ぐさ。くっそ、見えねえな。これ何なんですかこれ、青い何かを、何これ何これ、石膏で固めてるんですかこれ。なんだよ、見えねえな、くっそ。なんだこれ。そういうパンツですか。そういうパンツを履いてるん、あ、こうじゃねえや。自宅じゃなくて。なんだ。どこに寝かせ、ここでいいか。えい。眠れ。私を殺してください。やです。やです。じいちゃん。じいちゃん。寝るわ。くそ。ベッドの判定くそ。違うわ。ちょ、話を聞いてよ。おはようございまーす。悠長にしとる場合か。違う違う。ちょ、じいちゃん話を聞いてくれよ。エルが変なこと言うんだよ。おっと。なんじゃと、エルが気づかんかったのか。おのれ、おのれ。ん？うん、どうした？座っちゃった。しかしこれも定めかもしれぬ。やはり人間は前にあらがうべきではなかったのだ。いや、あらがえよ。むしるぞ。人体よ、エルの願いを聞いてやってはくれぬか。やだし。やだし、鼻長いですね。待って、鼻長いですね。引っ張ったら、エルを殺してやってくれ。やだし。あれ、元老はの生き血を飲ませようぜ。いや、待ってくれ。やはりエルを、わしの可愛い孫娘を殺しちゃならん。あ、何？血繋がってたの？マジか。エルちゃんも将来鼻伸びたりする？
やだよそれ。